はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリです。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師、続きやっていきたいと思います。さて、前回は一度お外へ出て、初めてのお外でしたね。でね、ちょっと忘れてたんですけど、 BGM 変更とかもできるんですね。まあ、ダウンロードコンテンツなんですけど、無料のやつがありまして、で今回は BGM はそのままに衣装を変えていきたいと思います。いつもの私がこれでしょ。ちょ、恥ずかしいです。お、なんか喋るぞ。喋りますね。どうですか。あ、いいんじゃないですか。うわ、目が回る目が回るって、これはどうですか。おう、うわ、目が回る。面白い。え、これこの人も、やめ。ほら、もっとお入れなさい。喋りますね。ちっちゃ。あら、地面がぐにゃぐにゃ面白い。これでいこうかな。これでいきましょうかね。恥ずかしいです。これでいいんじゃないですか。うわ、目が回る目が回る。ちょっと近づきすぎじゃないかしら。はい、ということでこれでいこう。これでね。で、一回外出て現状ちょっと把握。ヒットポイントが少ないんだね。 LP も減ってて、クエストノート、砂漠ガメ3体倒す、飲める水3個。あ、それ水って、プニプニ玉3個、すでに青が1個取ってる、焚き火5回、これはまあそのうち自動的になるよね。これは飲めんか。飲めんか、まあ取らないとダメだな。舐めるだけっていうのはあと1匹倒せばクリア。あ、爆破用フラム、そうそうそう、これ使わないといけないんだよね。これがトーンの入手。トーンってなんだろうな。これは別に関係ないよね。うん。ということで、レシピも何かあったっけ。作れないのが多いんだよな。やっぱりちょっと素材を集めに行かないといけないですね。アイテムの装備で、これおっちゃんからもらった葉っぱ用フラム、これを装備してないといけないですね。うん。でこれ使えばおっちゃんになんかクエスト完了とかってなんじゃないかな。じゃあまず休んで、どのくらい休もうかな。これか、3時間休んで少し休憩。休憩終わり。すっきりした。あ、ムービーになった。頑張ってるみたいね。錬金術の練習中。そういえばこの画面でもあれですね、服着替えちゃってますね。そうそう、私錬金術師としてはまだまだだし、どんどん経験を積んでいくしかないなって。えらいえらい。でもフィリスちゃん大丈夫。釜から煙が出てるけど。やばい、火事じゃないのか。あ、本当だ、大変。こういう時は確か
アトリエが燃えてしまいます。やる気はあるけど、実力はまだこれからかしらね。割と冷めたりやねえですね。よし、じゃあちょっとお外行きましょう。石ころ踏んづけちゃった。で、マップで先輩からの激励でこっちへ向かっていこう。水っていうのはさ、この辺で手に入るんじゃないの？違うのか。植物って錬金術でもよく使うんだよね。あ、これじゃん。これ水違うかな。あ、あった。飲める水1個入手。ちょっと喉が渇いてきたけど、これは飲んでも平気なのかな。あれ、水1個しかないですね。プニプニはちょっと後にして、お、これじゃない、これじゃない、これか。それそれ、それそれ、これ LP 減るんだ。よし、鉱石見つけた。鉱石拾いはお手のものだよ。あれ、なんか今こうお姉さんいなかった？消えちゃった。ここにお姉さん、あ、夜になっちゃったからだ。今お姉さんいるんだ。こうサラサラ、あ、あったあった、水、これでしょ。風で飛ばされないようにしないと。ひろいっと。よし、これで水。これでおしまい。ちょっと待って、なんだ。よし、頑張ろう。あ、やばい、亀と会っちゃった。亀、硬いんじゃないかな。は。あ、じゃあ早速これを使おう。葉っぱヨフラム。攻撃。お、一撃だぜ。余裕余裕。一撃で撃破、強いね。葉っぱよくなる。あ、先輩からの激励。そっか、今のが亀だな。いいものないかな。亀は3匹倒せばクエストクリアだから、あれ、こっちでいいんだよね。いいんだよね。オッケーオッケー。あの、おっちゃんのとこ行かないといけないからね。お、昼間になったっぽい。あそこに強そうなのがいいんだよね。ちょっとあんま近づくのやめよう。あ、プニプニいる。プニプニ倒そう。可愛がってあげる。いやねえの、可愛がってあげるが怖いんですけど。いや、いや、狩りの練習にはなったかしら。あ、あと1回でレベルアップしそうだな。明日一番カーラモンのヒーロー。あ、プニプニ1個手に入れた。可愛がってあげる。いや、結構 S ですね。狩りの練習にはなったかしら。よし、レベルアップ。これでもっと遠くに行ける。攻撃力とか素早さとか上がりましたね。プニプニ玉は手に入らなかった。おっちゃん使ったよ、フラム。すんげえ強力だった。おう、ソウルストーン、ソウルストーン探してこいって、もしかして。あ、やっぱそうだ、先輩への恩返しって出た。先輩への恩返し、あ、そうだね、ソウルストーンどこで手に入るんだろう。この辺でってなってるけどね。新しい道具、あ、この面か、手に入った。
首名家、確かこの辺から来たんだよね。あ、今は戻りたくないから、ここで戻れるんだね。ちょっと疲れてきたような。あれ、これ以上いけない。まだ平気。あ、 LP50 で疲れてきちゃったんだ。じゃあ焚き火しましょうか。よいしょ。お、入った。新しいもの作ってみよう。これでおしまい。私のレシピ。これか。ツルハシ、クロース。クエストちょっと減りましたね。これトーンっていうのはどうやって手に入れるのかな。舐めるだけっていうのは合ってないし、プニプニはこれ落としたり落とさなかったりなんですね。亀あと2体、亀倒そう。 OK。 じゃあちょっと休んで、どのくらい休もうかな。おお、5時間で100か。まあいいや、5時間休むか。少し休憩。休憩終わり。すっきりした。お、また上か。お、邪魔をするだこれ。お前たちは旅人か。イケメンが入ってきました。だったら何だって言うんですか。ちょっと攻撃的ですね、リアネ。そんなに警戒するな。一つ聞きたいことがあるだけだ。騎士のような姿をした骸骨の魔物を見たことはないか。そんなやつがいるのか。いないですね、そんなのは。見てない。騎士みたいな骸骨。すみません、見たことないです。ならいい、忘れてくれ。ところでその鎌、もしやお前は錬金術師か。あ、はい、一応。一応になってますね。そうか、ならばこいつを直せるか。鍵？これは何かの鍵ですか。折れちゃってますけど。ああ、とても古いものらしくてな。俺が手に入れた時にはすでに折れていた。それでどうだ、直せるのか。多分これくらいならなんとか。え、直せんの。鍵なんか直したことないけど。そうか、それなら任せたぞ。なんだこのイケメン、名前がわからない。一体何だったのかしら、あの人。突然来たと思ったら鍵だけ置いていっちゃって。わかんないけど、任されちゃったわけだし、鍵の修理はちゃんとやっておかないとね。鍵の修理ですか。新しい道具思いついた。あ、なんか思いついた。新しいもの作ってみよう。なんだろう、新なんとかの鍵。どれどれ、レシピを見てみましょう。何を作ろうかな。これか、インゴット。インゴットって作れるのかな。あ、錬金レベルが足らないって。インゴット作るのに材料はあるけどレベルが足んないんだ。じゃあそもそもダメじゃん。あと金属が必要ですね、インゴットの他に。ツルハシも材料とレベルが足らない。材料足らない。医者いらずが必要。じゃあこの辺を作りますか。
これがいいか。これあと水が、あ、これなんだこれ、プニの液体。これでいいかな。こんな感じでいいかな。触媒、よし始めよう。あ、当てが外れた、当てが外れたな、当てが外れたわ。当て外れちゃった。ここ何か言ってもしょうがないな。これはここかな。材料を投入。これしょうがない、どこに入れよう。もうここに入れよう。ダメだ。これでいい。仕上げスタート。いいねいいね。中和剤って何なんですかね、使い道がわからないんだよな。よし、であと緑っていうのも作っておこうか。じゃあどれにしよう。これと、あ、横がある。さっきこれで当てが外れちゃったからな。まあもう一回こっちで行ってみますか。これでいいかな。触媒っと。触媒は使わないで。調合開始。ここでここでしょ。材料を投入。で横があったでしょ。これはここかな。でこれをここでしょ。材料を投入。これが置くとこない。これはここかな。あ、ダメだった。こんな感じでどうだろう。なくなっちゃうんだね。ぐるぐる重ねておくと。いいねいいね。よし、錬金術うまくなったよ。インゴットはレベルいくつにしたらいいんだろう。まだ足んないって。ツルハシも足んない。マジですか。まあということで、もうちょっとだけこの外周りを。ずいぶんと険しいところね。休憩しながら進みましょう。で、どこ行きたいかっていうと、こっちの焚き火をね、ここ行きたいですね。あ、移動するだって。移動しちゃダメなんだよな。クエストの危険なオアシス。登山的なのを拾いながら行きたいし、プニも倒しながら。よし頑張ろう。まあプニはリアネがいれば全然 OK ですね。やっ余裕余裕。お、プニの玉クリアしました。発想ポイント15。あそこなんだろう、あれ以上行けるのかな。あ、行けるっぽいですね。でもこっち行ったら強そうだな。お昼、ご飯はなーに。それ、それ、それ。お、失敗手に入ったけど、この奥はちょっとやばそうな気がするな。一件落着。お、なんか取ったぞ。強くないこっち。そう、夜に冒険、足元注意。もう夜？そう、硬いこれ。そう、戻ろう。亀さんをあと2匹倒したい。それから、あ、いたいた、亀さん。あそこで休もう。なんだ、頑張ろう。お、強え。は？ちょっと普通の爆弾試してみよう。どのぐらいいけるのか。
ああ一撃じゃ死なないか。あでもあと5だな。狩りの練習にはなったかしら。あ亀の手。ちょっと水を回収して。もう67だぞ。あ亀さんいた。あと1匹だからね。倒しちゃいましょう。よし頑張ろう。この辺で強いのはあの変なやつ以外はこいつかな。痛かったらごめんね。痛いっていうか死んじゃうんじゃないこれ。余裕余裕。痛いと思う間もなかったんじゃないかな。もしかして。おし危険なオアシスクリア。なんだこれ。ダメだよ。私お腹が空いても食べちゃダメ。これ何これ。ああ来た。いいやもうカメさんめんどくさいから倒しちゃおう。よし頑張ろう。なんだ今拾ったやつ。あな何してる。あ攻撃なのか。痛かったらごめんね。あと3狩りの練習にはなったかしら。これ何これ。なんか栗のようなものを手に入れました。あれってここになんか実が取れんのこれ。そうちょっと疲れてきたようなけどまだ平気。新しい道具思いついた。ああいたいた女の人。この人誰。ああそっか神がいてどうのこうのって言ってたよね。水が汲めないとかって。一件落着。あこれでクリアなのか。ものないかな。よしじゃあちょっとこの辺で終わりにしようかな。今日はいでよアトリエを。フィリスちゃん大丈夫。ちょっと疲れてるみたいだけど。うんちょっと休めば大丈夫。そうあんまり無理はしないでね。お、LP がゼロになると探索続行できなくなる。最初にゼロになった時は休憩を行い数時間経過する代わりに回復。そのまま帰らずにまたゼロになるとアイテムを失ってアトリエに戻されるのね。あ多分何のアイテムがなくなるか分かんないからちょっと LP はやっぱり気にした方がいいね。新しいもの作ってみよう。ゼッテルウニ袋くらい休もうかな。まあ5時間ぐらいにしとくか。少し休憩。休憩終わり。すっきりした。 OK ということで今回この辺で終わりにしましょうかね。少し片付いたね。鍵をどうするかっていうのをちょっと考えないといけないな。あ、これ舐めるだけっていうのが出てこないですね。舐めるだけってどんな敵なんだろう。あとソウルストーン5個これも考えないといけないな。でレシピが新しく鍵インゴットが必要。ウニはなんだこれ。ウニ袋なんですかね。武器かな。火薬ってなってるから。あ中和剤っていうのが材料に入ってますね。ゼッテル中和剤って材料なのか。
よし、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。拾った鍵、もらった鍵をね、早く直して次進みたいですね。ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。